方敗れた東山は、今日の試合欲しい欲しいなって言われるのかな、多分なみんな言うてもらうんだけども、欲しい試合をしに行かんじゃないから、フォアブル山だと記念の試合しに行かんわけじゃないわけや、勝つために来たから、そこは絶対勘違いしたらいかんというか、今日の試合負けたけども人として成長したし、チームとしても成長してるけども、目標は